平野紫耀、高校生が選ぶ、シジャニーズで圧倒的な支持を受ける、ジャニーズの未来に懸念の声も、キングプリンスへのメンバーである平野紫耀が、高校生男女が選ぶ、シジャニーズの1位に選ばれました。 彼は2位以下と圧倒的な差をつけ、その支持率の高さから平野のグループ脱退退所がジャニーズ事務所にとってどれほどの損失となるのかが浮き彫りになっています。 マーケティングプロモーション支援を提供する ING が高校生100人男女比5、5を対象に行った四角調査の結果が1月31日に発表されました渋谷トレンドリサーチ調査によると高校生の約8割以上が現在もしくは過去にしを持ちその中で男女共にアイドルが最も人気のジャンルとなっています 質問、シジャニーズはでは平野が得票率15%で1位に輝きました。2位の道江俊優、何わ男子、とは倍近い差があり、3位には目黒レンスノーマン、同率4位にはキシユタ、キングプリンス、中島健と、セクシーゾーン、松村北斗、シクストーンズがランクインしています。 女子生徒の投票では、メグロが最も多くの支持を受け、わずかな差で平野、中島、松村が続くなど、回答が分散しています。しかし、男子生徒の票では平野が他のメンバーよりも大きくリードしています。道枝が男子生徒から最も得票率の高い10%を獲得しましたが、 平野はそのほぼ25%近くに達し、男子生徒の約4人に1人が平野使用をしていると回答したことが彼の圧倒的な支持率につながったようです。ジャニーズタレントは中性的なイメージが一般的ですが、平野は男らしい顔立ちと体型なのに美形。 という得意なタイプであり、男子生徒たちの憧れや手本になる存在として注目を集めたのかもしれません。女性ファンが主体となるジャニーズの中で男性人気が高いことは重要であり、女性向け作品にとらわれずにドラマや映画などで活躍する可能性が期待されます。もちろん、 平野は女性ファンにも大きな支持を受けていますが、その支持層は他のジャニーズタレントよりも幅広いと指摘されています。彼は表紙を飾った雑誌が売り切れることでも知られていますが、10代から20代向けの雑誌だけでなく、40代向けの PSD 公文社などでも爆発的な売れ行きを示しています。出版業界や書店業界では、 平野市用が表紙の雑誌は必ず完売するという認識が広まり、男性タレントの中でも最も表紙を飾った回数で、カバーガール大賞のメンズ部門で3年連続の1位を獲得し、殿堂入りしています。また、株式会社アーキテクトによる、 タレントパワーランキングでも2022年2月のデータを元意にした29歳以下のジャニーズ所属若手タレントのランキングで平野は中島健人や山田亮介らを抑えて1位となりました。さらに2022年第2四半期のタレントパワーランキングでは20代俳優部門で4位にランクインしジャニーズの中でトップの評価を得ています。このランキングは 10代から69歳までの一般の4400人のモニターに対して、タレントの知名度や関心度などを尋ね、集計したもので、一般の人々がどれだけそのタレントに興味を持っているかや認知しているかを示す指標となっています。平野が他の若手ジャニーズメンバーに比べて抜きんでていることが明らかになっています。このように、幅広い支持層と高い知名度、 ファンの購買意欲を兼ね備えた存在は、現在のジャニーズにおいて、平野様以外には存在しないと言っても過言ではありません。そのため、彼の脱退と退場は、ジャニーズ事務所にとって非常に大きな、損失、と言えるでしょう。平野は、2023年5月22日に岸優太、神宮寺優太と共にグループを脱退し、同時にジャニーズ事務所を退場。 騎士は秋に退所予定することを発表しました。スノーマン、シクストーンズ、にわ男子など勢いのある若手グループは存在しますが、個々のメンバーとして平野の代替は容易ではないと考えられ、ジャニーズ事務所は彼の退場後に再びその存在の大きさを痛感することになるかもしれません。